不具合が発生したのは、全国規模で電力の供給を調整する組織、電力広域的運営推進機関です。この機関によりますと、4月1日の電力自由化を前に、3月31日午後10時ごろ、一部の取引方法を変更しようとシステムの切り替え作業を行ったところ、不具合が発生しました。 この影響で電力事業者が発電して余った電気を売買する卸電力市場で8時間余りにわたって一部で取引ができない状態が続きましたシステムは1日午前6時半ごろ復旧し取引は現在通常通り行われています広域機関は電力の安定供給に支障をきたすものではないとした上で ご心配とご迷惑を生じうる事態を招いたことについて、心よりお詫び申し上げると謝罪しました。